見えるメラこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。本日はですね、えー、最近の気づきをで、ね、お話しさせていただければと思います。えー、9月のですね10日の日曜日だったんですけども、うちの妻のお父さんのです四、ねまあ、49日をさせていただきました。 で、8月の2日にですね、亡くなりまして、まあ、葬儀を挙げさせていただいて、その後、ですね、えー昨日、昨日だったんですけども、四十九日させていただいて、で以前にですね、まあ、うちのお妻のお母さんですね、まあ、義理の母の方に依頼をいただいていて、えー、大ちゃんにこう葬式をあげてもらいたいという形で、お、まあ、経を挙げさせていただいて祈りあげるという形を家族でこうさせていただきました。で昨日の四十九日もこうさせていただきながら、 で最後、お母さんがこう挨拶をねしていただいたときにあ、本当にこの空間の中の形を変えてお父さんって今存在してるんだなっていうのをすごくこう感じたんですね。なんかこう、いつもいてくださるような感じで、リアルに肉体がないっていうのは本当にそうなんですけども、本当にこの、 空間の意識の中に形を変えて存在してるんだっていうのをすごくこう感じて、で、子供たちもそれぞれにですね、この今の思いとかおじいちゃんに対しての自分の志とかですね、こうやっていき生きてきますみたいなことをそれぞれ述べてもらったんですけども、本当にこう最近もよくね、おじいちゃんの夢を見,、ま、見ると、で、そこでいつもこう起きた時起きた時に、 さっきまでいたような感覚がこうずっとあるみたいな方のことをね、えー、言ってもらったり、本当にこ,うこの空間に存在するなというふうに感じたんですね。その時にふと、まあ、単価というか、ができたらちょっとご覧いただければなんですけども、亡き人は形を変えてここにいる。あなたの意識の無限の中にと。 まあ、あなたの無限の意識の中にって思ったんですけども、意識の方の無限側の方にいるなっていう、個人の側ではなくて、自分の意識の中の無限側の意識の中に、そもそもこう泣き人っているんだなって、形を変えてここにいるなっていうような感じをすごく受けたんですね。で、形を変えてっていうのは、<laughs> あの、 Wi-Fi がここにこう飛び交ってるけど見えないけど、スマホを通せば見えるみたいな感じに、この、 形を変えて、電磁波状態、まあ、魂状態の感覚で、ここを飛び交っていて、形を変えてここにいるっていうのが、すごくこう、じわ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 こう感じるんですね。っていうふうに、この、すごく思いまして、で、そこで、こう、子どもたち、うちの子どもたちも、そこからね、この守られてるっていうのを、すごくこう感じてるって言うんですね。で、こう、本当にこう、 アルバト・ポップ博士も、私たちの物質と私たちのデータとかデカップリングってこう離れますよと、それがなくなるっていうことですよということだったり、矢作直樹先生もね、あの東大名の名誉教授の矢作直樹先生も、この死んだ本当の意味は、 肉体から離れて違うところ、別、私たちと住む別の世界に存在するっていうふうにおっしゃっていまして、で、意識情報がでにここにね、えー、飛び交っていてと。で、そこの中をもらい受けて、生きてる人たちは肉体の中に意識を入れてるし、で、亡くなった人は肉体がないだけで、こう、意識がこう、そもそもあるよと。だから電磁波情報が Wi-Fi が飛び交ってる、テレビ波が飛び交ってる、ラジオの波が飛び交ってるみたいに、人の意識があってと。 で、それを体があるときには体にもらい受けて、体がこうね、活動してるなというふうに感じています。で、そもそもこの根源側のね、このゼロポイントフィールド側の愛が、えー、も,もらい受けて生かされてるんだってこう気づくというふうになると、人とのやりとりの中でも一番こう、愛とか感謝が最後の最終、なんていうのかな、 あの回答になるなといろいろ問題がトラブルが起こってうまくいかないといった時にもこの愛の側とか感謝の側に自分が気づいた時にそのトラブルがねストーンって終わってるなというふうに感じています。なので本当にこう私たちがいかにこう日々自分たちのいろんな出来事に対して自分の心にねこう愛を響かせるとか。 周りの行為の奥の方に対してこう感謝を見いだすとかというふうになっていくことがえ我々のねこう生きてきている目的なんじゃないかなっていうふうに感じていますしもう亡くなった人もこの空間の中にあ形を変えてここにいるなとえ昨日はねすごく思いましたそういうふうにね皆さんもぜひそういうような感覚もえ感じていっていただければと思いますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら